イオンモールかかみが原は,は、岐阜県かかみが原市に立地し、イオンリテール株式会社が開発、イオンモール株式会社が管理、運営を行うモール型ショッピングセンターである。2007年7月に、イオンかかみが原ショッピングセンターとして開業し、2011年11月21日に、現行の名称に変更した。建物は、大元組の施工による鉄骨3階建てで、 延べ床面積は約9万5千平方メートルである。駐車場は5000台収容で、うち20台分はリモコンにより、開閉ゲートを操作して入り出場する身体障害者専用となっている。リモコンは、モールインフォメーション、またはイオンサービスカウンターで無料で貸し出している。敷地内には、噴水、公園を設置している。2014年2月から北川駐車場にて、 増殖工事が行われており、同年9月26日に増殖リニューアルをオープンした。増殖リニューアル時には、トイザラス、無印良品、名古屋三越が運営する MI プラザなどの店舗がオープンした。各店舗である、ゼネラルマーチャンダイズストアのイオンかかみが原店のほか230の専門店テナントが出店している。出店テナント全店の一覧、 詳細情報は公式サイト、ショップレストランを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。イオン専門店街と、大型専門店舟快速イオンモール、かかみ原線は2014年9月20日から、JR 東海道本線、高山本線岐阜駅、名鉄名古屋本線、かかみ原線名鉄岐阜駅より運行。 または延伸している。運賃は220円。ありがとうございます。